ダメよ、行かなくちゃ。おい、行くってどこへ。もちろん魔人王の居場所よ。俺の神器ずっと預かっていたの。だからお前を放っては。私を一人にはしておけないけど、ゼルドリスを三度も見捨てるわけにはいかない。だったら私がメリオダスと一緒に行けばいい。あなたにとって大切なものなら、私にとっても大切なものなの。エリザベス、もう一度俺と一緒に戦ってくれるか。3000年前、俺が魔界から出ていくことを決めた時もそうだったな。私は何があっても、誰を敵に回しても、あなたの味方だから。あなたのそばにずっといるから。お前はいつだって俺の手を離さずそばにいてくれた。背中を押し勇気をくれた。俺に光をくれた。お前のそういうところ全部に俺は惹かれたんだ。必ずゼルを救い出そう。
界を出る正気か兄者。そんな行為を父上が許すと思うのか。誰に許しを請うつもりもねえさ兄者。ゼルドリス、俺にもできたんだよ心底を守りてえものが。最高神の娘との噂は真実だったというわけか。このまま実界の統率者として争いを続ければ、いつか必ずこの手でエリザベスを傷つけることになる。それで魔人族を、俺を見捨てるのか兄者。ゼル、ゲルダを連れて俺と来い。手に出て行け。俺はもう貴様を兄とは思わん。次に会う時は敵同士だぞ。まったく考えなしに言ったもんさ。ゲルダは闇の住人の吸血鬼だ。恋人の身を思えば魔界にとどまるのが当然の話だよな。バカだよ俺は。俺が出て行ったことであいつは余計に重圧に苦しめられたはずだ。ゲルダの恋人として、実界統率者の代行として、魔人王の息子として。さあゼルドリス、愚かしい兄への恨みを父と共に晴らそうぞ。
解だ。不快だ。バカバカしい。不快だ。バカバカしい。バカバカしい。ダークブレイズ。蹴りをつけようぜ。バカバカしい。バカバカしい。バカバカしい。不快だ。
せやがれ。バカバカしい。不快だ。バカバカしい。バカバカしい。蹴りをつけようぜ。バカバカしい。不快だ。消え失せやがれ。不快だ。バカバカしい。不快だ。
消え失せやがれ。蹴りをつけようぜ。他にもう勝ち目はねえ。先端に無数の魔力が集中している。違う、これは生体反応だ。何あれ、何かの胞子か。いや、それにしては大きすぎる。あれは インディラの幼体か。ブリタニア中に散らばるぞ。絶対に食い止めるんだ。